するぜ。ん？芥川、戻ってるか。中也さん。ちょっと伝言がや。すいません、わざわざ。いや、何ついでだ。中也さんが見えていないのか？そんなに小さくはないぞ。よーく芥川さんを見てみろ。困ってる。テーブルに置かれたたった一つのおやつセットに、あの芥川さんが。中也さんも無言だ。気まずい。これは気まずい。どうぞ。はい、わかった。芥川、至急本部に集合だ。はい。とんだ二度手間だったぜ。